ジャン君手を食べています。あ、やめた。はい、また優しい贈り物が届きました。どうもありがとうございます。出しましょうかね。はい、いっぱい。あ、またすごいの入ってるよ。いやだ、アルコールでは除去できないウイルス菌対策に、消臭にも家族は私が守る。これは、食品添加物から作られた。あ、これあれじゃんね。ん、あ、これはでもこれか。ジ亜鉛素酸水です。これは、殺菌能力はあるけれども、うん、早めに、その能力は落ちるけど、こうスプレーでねシュッシュッとやっちゃえば、うん、手にもつけてもちょっと刺激はあるって言ってたかな、うん、ということですね、うんうん、はい、あ、本当だ。でもまな板とかに使えるんだもんね、うん、まあ食品添加物的なものだから、そかそか、うん、ただ継続はできないので気をつけましょう、うんうん、そして液体ハンドソープ、ありがとう。大事だよね今ね、うん、薬用だから。なんかいわゆる石鹸系のシュシュっていうのでポコポコっていう プシュプシュっていうのでやってるけど、うん、これがまたいいよね、うんうん、はい。そしてなんか不思議なものが、ゴムこれクレヨン、水で落とせる不思議なクレヨン。へえ。なんか窓ガラスとか、あとあの、よくお子様がさ、お風呂場にさのタイルとかのつるっとしたところに書いたりとかしてさ、はいはいはい、へえ、そんなのがうちに来るなんて面白いね、うん、いよいよさ部屋にこもりすぎて、ヘルプって言うときはこっちから反対文字でというと、あとあれだよ、クリスマスの時とかにさ窓にね、あ、はい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 、うん、分かりましたね、はい、お誕生日の時とかね、うん、よし、え、なんかかわいいお人形が入ってました。ムーミンかと思ったらちょっと違うやつ、なんだろう、羊さんかな、羊さんかな、違うかな、ニキビーンバッグス、よくわからないけど、そうだね、羊だよね多分。はい、このぐらいのサイズの、小さな生き物系のやつは、うん、誰かが噛んで飛ばします。大好きです。どうなるかな、うん、さあ刺して。これは何かな、はあ、タッチパネルコロコロ、タッチパネルコロコロ、あ、これをこうやっていわゆるコロコロだよね、糊のやつ。え、糊なの、あのほらだから洋服とかこういうとことかを汚れを取るやつ、そうそう、はいはいはい、あ、コロコロね、うん、携帯用だから、これバッグに入れて持ち運べるサイズっていうことかな。繰り返し使えます。時間、洗えるやつなんだ。経過で粘着力が回復。1周分で約40回程度使用可能。ほう。あ、カメラのバッテリーが切れる。あ、切れる、切れる。はいはい。じゃあこれは今度使ってみよう。はい。へえ。昔あのレコードを拭くやつで同じようなのがあったけどね。あ、そう。これは何かな？のり？のりかな？液体のり、液体のり、あれに使えるやつかな。大和のりじゃないやつでもいいのかな。お、なんかちっちゃい、はい、かわいい。なんか中につぶつぶが入っているタイプの、うん、音わかるかな。カメ。カメなの？カメだ、ね。カメさんなんだね。はいはい。かわいいね。はい。そして消しゴム。消しゴム、ここがすごい。進化系消しゴム。ほー。なるほど。ちょっと使ってみましょう。桜クレパスの桜と同じな、会社かな？へぇ。富士山消しゴム。あ、いろいろあるね、雲がついてるよ。
これもだ。はい。あ、雲じゃなくて雪なんだ。ここが雪なんだ。あ、そういうことね。あ、こういうふうに消して、あ、なるほど。なるほど。富士山のような形に。はいはい。角をね、こうやって消すから。で、今度こっち消せば。なるほど。なるほど。面白い。へぇー。はい。一旦消します。一旦消はい。今バッテリーを入れ替えました。はい。これなんか、鉄瓶。鉄瓶の、重いのすごく。ペーパーウェイトだって。ほんとだ。めっちゃ重くてびっくりした。へなんかおしゃれ。南部鉄瓶ですね、うん。私の憧れの南部鉄瓶。うん、高いよね。うん。そして、なんか可愛いにゃんこのシール。はい。鳥さんのシール。可愛い。よくできとるね、最近のは。ほんとにね。あとこれはなんかクリップ。はい。なんか可愛い恐竜好きがついてるクリップ。大きいね。なんか、どんなことに使えそう。うん、それは何？そしてクジラのスポンジ。あ、スポンジをくっつけるやつかな？それともこれ自身がスポンジ？水で膨らむ食器用スポンジ。へぇー。こんな薄いんだよ。こんな薄いの。へぇー。見たことない。初めて見た。こういう風になるそうです。へぇー。あ、メモ用紙。はい、メモ用紙。恐竜。黒犬はメモをどっかにやってしまう癖をどうにかしましょう。恐竜さんと、このあの、ノリ。増える。あー、はいはいはい。ノリのキャラクターの。はい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 。このノリ、子供の時大好きだったよね。うん、顔。ワンちゃんの顔みたいなのやつね。そして、これは何でしょう。バインダー。A4 を、英語に畳んで持ち運ぶフィルム。あ、なるほど。A4 の用紙をここに2つ折り、まあ、折れないようにっていうことだね。あ、そっかそっか。逆にね。なんか汚く折れないように挟んで、うん、でもコンパクトにできるよってことね。女性が持ち運べるサイズ。なるほどね。この辺はだいたい A4 が入るバッグをいつも持っております。うんうん、なるほど。あ、はい、これこの間生配信の時に、体温計見つけたけど電池切れだったっていうのを言ったので送ってくれたようです。だから3つぐらいあるから1個送りますという連絡来ました。はい、これ、うん、この開封動画の後測ってみます。そうだね、はい、あ、これなんかまた前にいただいたやつのなんか三つ折りバージョン。ノート。ありがとうございます。立派なものを、外に出かけるときにバッグの中が ね、邪魔にならないようにという。お、心遣い、ありがとう。ございます。そしてこれは、可愛い入れ物に入っていますが、出してみます。あ、はい、カルティのコーヒーだ。よかったね。はい、黒犬の好きなやつです。飲んでいます。ありがとう。それとコーヒーと一緒だと美味しいよっていう、はいはいはい、そっか、こういうセットで売ってるのかな。ファイナンシェ、フィナンシェ、私の好きなフィナンシェだ。はい、はいはいはい、必ずポンちゃん出てきます。コーヒーと合わせると抹茶生地のほろ苦さが心地よく広がります。はい、美味しいやつ、ポンちゃん。ポンちゃんチェック。ポンちゃんチェック。カルディってさ、いろんなことをする ね、すごいね。なんかカルディの企画開発とか面白そうね。昔はね、なんかあの外国の食品とかを輸入して売ってるっていうイメージだったけど、うん、最近はね、タバスコのもっとすごいやつとかを売ってたよ ね、ちょっと変わったカレーのやつとか、うん、ルーとかね。はい、はい、ポンちゃんもおすすめ。どうもありがとうございます。コロコロ、はい、あ、ごめん、コンって大丈夫。へこんだ部分から外れたり、検温中に測温部が動いたりすると低めの検査値が表示されます。体温は脇下、口の中、直腸などで測るのが一般的です。直腸
日本ではパキスタでの検温が主流です。あ、そうか、ベロの下っていうのもあったね。うん、こ口の中にね、外人みたいでかっこいいね。うん、検温を開始してから検温部が体の内部の温度近くまで温まり、これ以上上昇しない温度になるのに脇下の場合およそ10分かかります。本製品は温度上昇が緩やかになるとブザーが鳴ります。この時の温度は平なんだろうなんとか温より少し低い値になります。ブザー放置時の検温値は、この平なんとかのここが読めないの。平熱ってことだよね。にある前の目安の温度です。なるほど。健康時にブザー放置時の温度と平なんとか温を検温してお確かめになり、普段の健康管理にお役立てください。平なんとか音を測定する場合は脇下で10分以上、口の中では5分以上検温してください。ここ。うん。数字が出たらなのかな。1回2回押すと、液晶がなくなってまっさらになるのね。それだと検温できないんだよね。使用方法、電源スイッチを約1秒押します。ピッとブザーが鳴り、この 88.8 で検温準備中 36.5検温準備完了 LO で、それが出たらかの動作確認表示がされたら速やかに検温を行ってください。途中でブザーが鳴り低い温度が表示される場合があります。で、温度上昇が緩やかになるとブザーがピーピーピーとなります。より正確に検温するときは脇下で10分以上、口の中で5分以上はい、なりました。最初は低い方さあ、何？ちょっと待ってよ。 35.3 なんかこれはありえないね。なんかね、うん、測定範囲の時、うん、低い時がロー表示、うん、高い時がハイ表示っていうのがあって、うん、で脇の下からのくぼみからずれたり、脇の閉じ方が緩いと、うん、低い温度が表示されるって書いてある。なるほど。じゃあもう一回。はい。やはり 35.8。さっき 35.6 だったっけど。あ、低温差体質になったかな。もうちょっと。調べてやってみます。ちょっと測り方が下手かもしれないですね。はいはい、私の方がちょっと高いよ。お、 35.9。 ほんまや、こっちは正しく取れてんだねきっとね。なのに、昔37度でも平気で生活していた黒犬おじさんは今や低体温の方に寄ったのかもしれない。これは年齢かな。 35.8 は低いよね、まあ、でもね、まあね、毎日測ってみよう。そうだね。ということで、
解決。はい、はい、人間の健康管理は体温で測るとして、この、体重計ですね、ペットの体重計にこの滑り止めのマットがついているのを発見し、これ乗せてみました。電源オン誰も来ない。ちょっと迎えに行ってきます。ジャン君はベッドで、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、いろいろ、はい、無理に連れて行くと絶対に乗ってくれないポンちゃんとジャン君ですので、ご機嫌を取ろうかな。はい、ポンちゃん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 、はい、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、よいしょ、はい、あ、やっぱりこれの中だったのかな、これを乗せればよかったな、よいしょ、うん、ちゃん、あ電源をオンにしたのがもう切れてる、そっか、時間が経つと切れてる、はいはいはい、ポンちゃん、はいはい、やってみそうよ、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、よいしょ、はい、はい、思惑通りには行きません。また今度ね、またね、はい、訂正です。さっき見たやつ、これ、タブレットの画面をきれいにするやつでした。洋服には使えないそうです。はい、